なんとかはご主催や。お花ありがとう。こんばんは。こんばんは。ハモってる。のトーンが。せーの。こんばんは。ハートありがとうございます。お疲れありがとうございます。ちゃんまなが。あれ、ね、映ってないじゃん。ねえ、映してる。近づいて私に。私に近づいて。これいらない。見て、ゆめ、これこんな状況だからさ。誰の？え、誰の？あ、れいちゃん。さんじゃない？え？ゆめ、こんな状況だからさ、歩み寄れないんだ。はい、歩み寄った。湿布がさ、茨城。え、暗くないんだね。いいの、いいの。ね、歩み寄って。ありがとう。こちらこそ歩み寄ってほしいな。え、うさぎのさ、え？アバターあるの？うさ耳これ。朝耳。朝耳。え、朝耳ちゃんのアバターあるの？ね。すごいいなあ、歩み寄れた、歩み寄ってくれた、助かる、歩み寄った誕生日仕様になってる、ありがとうございます。あら、いい公園でした、ね、こっちなんだね、ありがとう、いいこれ、うん、カメラ待ってたよ、ありがとうございます、配信してます、ハートありがとうございます、配信してるよ、配信しよう、ハートありがとう、いいね、なんで置いてん、これね、マナもこれ大好き、初めて食べる、めっちゃいい匂いする、あ、待って、ない、食べたことないわ、ね、食べたことなかった、そう、今日のちゃんこの鍋ハモったんだ、ねえ、どかそうとしないで、それまあ、夢はいつも、ここは、カホもいます、え、これ使ってる、使ってない、ここに誰かの何かがある、帰りだ、あ、帰りか、これ帰り、私の、めっちゃシンプルじゃない、え、シンプル、シンプル、え、携帯ケース変えた、あ、そう、変えたの、100え、100均にケース売ってるの？待って、死ぬほどいい匂いするんだけど、ね、分かる、めっちゃいい匂い、なんでさ、置いて、待って、配信のあれさ、欲しいの、置いて、え、置いてくっていいよ、全然、全然なんかそんなつもりはなかった、全く、あれ、一緒、配信のさ、の鳥に絶対今みんなスクショしてるよ、え、来る、うん、こっちもお願い見て見て、夢のスクショタイム、大丈夫だよね、頑張って、みんな今やってくって、なんで一人で行って、ごめんなさい、いや、ついててあげるよ、じゃあ、ね、カホって縦画面なの、私立てたよ、ここら辺駆使すればギャウ、いや、見たい、ちょー、いや、見たい、すいません、またありがとうございます、お邪魔しまーす、お邪魔しまーす、カホでーす、なんかひなの書類もカホなんでーす、おじゃ、あれだよ、フィルターかけてるから、なしもなんだ、あ、なんかさ、あれになっちゃうんじゃない、なんか、星になっちゃうんじゃない、お邪魔しまーうん、あ、邪魔だね、おじゃ邪魔って言わないで、ちょっとみんなカホのファンの方がかわいそうだから、まだ2画面で違う、今あ、はい、お邪魔しものなんで星になるかの解説考察をしてたの、邪魔ってうんにゃーよ、見てもらってさ、あの目どうする、どう、うちら茨城だからさ、茨城だからついていけないかも、この元気に、あー、ゆめ泣かせた泣かせた、ママママ、ゆめが泣かせた、日のお姉ちゃんのこと、大丈夫だよ、まだアイナはほっとおくの、わかった、ほっとくの、わかった、わかった、はい、こんばんは、日の劇場がまだ、なんか長いね、ずいぶんとずいぶんと長い劇、長いな、あ、終わった、え、回収してあげたじゃん、ちょっと回収できなかった、ゲットした、ゲットしました、ゲットしなかった、あ、もう1個あったかな、うん、ごめん、わかんない、放置しちゃった、あ、ここにあるじゃん、あ、あったの、うん、100均、あ、配信してます、くれんの、カホは、いや、いらない、あ、ありがとう、やさお、やさお、あ、でかいやつ、え、あ、あ、違う、あ、違う、これですか、これですか、これですか、一番奥のねえ、見て、美味しそうな匂い、え、これ誰か使ってない、美味しそうごめんね、あ、まだ、お借りしました、あ、全然、どうぞ、すいません、ありがとう、ごめんね、ああ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 、すいません、マイナーお姉さんも、マイナーお姉さんを写してしまった、すいません、やべ、めっちゃ美味しそうだね、やばいね、この匂い、やばい、最高だよ、今可愛いので大丈夫、あ、また増えたわ、本当は味噌が良かったんだけど味噌なかったから、いい、あ、そうなんだ、カレーにした、めっちゃいい匂い、わかる、ごめんね、おめでとう、ありがとうございます、わかる、
食べまーす。じゃあこの配信してると絶対ラーメン食べたくなるから。そう、お腹すくな。そうだよ、まだいつもラーメン食べたいって言っちゃう。だからちょっとそうなる前に買ってきた。いただきます。いいね、でもなんかいいわ。ありがとう、魔法かけて。うわーいい音。うわどうしたの。激漏れ、ヒノのフィルターねえ、なにそれ。マロも後でやって。エフェクトでできるよ。エフェクト美味しすぎる。後でやって。激漏れ。うん、やばい。今日なんかゲームする？しよう。うんね、ワードルーフ今日30分で。ワードルーフいいね。30分配信？30分で。ワードルーフ。よし。めっちゃいい角度。本当だ。ワードルーフ？え、ワードルーフってなんだっけ？言っちゃダメなんだっけ？うん、あのね。一人だけ違うのか、お題が。何人かが違う。犬犬犬猫。6人だったら2人ぐらいが違くてとか。可愛い結婚して。ありがとうございます。じゃあ行きますよ。ワードルーフ、え、ワードルーフやっていい？やろうやろう。いいよ。みんな分かる？大丈夫？わかる。大丈夫。カホも？分かるさ。少年なの？少年寝てる。分かるさ。分かるさ。じゃあ皆さん向け。皆さん向けにちょっと説明しますね。うん、ワードウルフを初めて。あ、クッション欲しい。あ、これなら。ありがとう。いきますね、はい、お題、話し合い、投票、この順にゲームは進みます。丸一、お題、これからプレイヤー一人ずつにお題が発表されます。他のプレイヤーに見えないよう確認してください、はい、お題は2種類あり、多数派と少数派に分かれています。自分が多数派か少数派かは分かりません。丸に話し合い、プレイヤーは話し合いの中で誰が少数派かを考えて話し合います。各プレイヤーは多数派のキーワードを予想し、多数派のように振る舞ってください、はい、お題を発言することや類似するワードを言わせる、直接分かるような質問は禁止。話し合いが終了すると投票時間となります。丸さん投票。それぞれのプレイヤーはせーので少数派だと思う人を指さしてください。一番指を刺された数が多いかによって勝敗が決定。少数派が一番指を刺された場合、ウルフの嘘を見抜いていた市民側の勝ち。多数派のプレイヤーが一番投票されてしまった場合、うまくならないウルフの勝ちでございます。はいはいはい、わかりましたか。わかりましたか。ねえ、帰り夢が食べてた。食べてないよ。いいよ、食べてないよ。いらなき食べな。遠慮なく遠慮なく全部食べる。食べな。じゃあ6人、うん、はい。じゃあファンの方にもさ、画面見せる。ああ、そうしよっか。自分の画面だけ、ね、ここら辺の方にじゃあ出してください。配信始まってから一言も喋ってないこと気づいた。大丈夫、ラーメン食べてるから。わかるさって言ってたよ。わかるさって言ったから。じゃあさ、なんかさ、右隣の人に、うん、あ、ごめん、なんでもないです。ねえ、そんな時間。違う、なんかさ、トミワードルフのさ、ワードをさ、テロップに入れたらわかりやすいかなって思って。おー、見えちゃうよね。だから、見ないようにトリックして。ダメ、まだ見ちゃう。はい、やめましょう。すごい、このジャガイモ入ってんの。かわいそう、夢だ。え、じゃあ4対2にするね。私はちょっと塩、ね、お題カテゴリーどうする。塩ラーメン食べたくて。お題カテゴリー見て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 。なんだっけ、学校とかで見たい。あのね、よ、あのね、見てもわかんない。わかるよ。え、いいよ、あの、なんでもいいよ。あのね、オオカミ一覧じゃない。食べ物、飲み物、生活、そう、それが見たいの。恋愛、学校生活、お子様向け、すべて。すべてでいいんじゃん。一旦すべてにするよ。じゃあ確かに、すべてで OK、いきます。じゃあ、はい、はい、ヒノさんからいきます。じゃ見ない方がいいよね。はい、見ちゃダメ。ほう、難しそうだったらさ、ウルフ1人。難しそうだったらやめて。2人。誰ね、誰だか分かんないの、ウルフ同士。はいはい。じゃえ、2人。え、分かんない、誰がウルフか自分でも分かんないよ。せーの、ピッ。あ、そうじゃん。え、1人でいいんじゃない、別にウルフ。え、いや、2人の方が面白いよ。ま、うん、そうなの。バレづらい、バレづらいみたいな。あ、そうなんだ。仲間がいるからバレづらい。なるほどね。やばい、カイリが目閉じて味わってって気づいてくれない画面。おもろ。味わうな。味わうなし。味わうな。早く見たい。え、難しかったらやめて。あ、待って、見せるの忘れた、みんな。ほな、ちょっと言うね。言わないで、聞こえちゃう。言うね。ねえ、ひょっこり話してる人がいる。かわいい。ねえ、夢見ちゃダメだよ。見てないもん。ね、私、書くね、テロップに。うまいいなぁ、マジでいい匂いする。カッポ気になる。カリ、消した？あ、消してない。あ、そっか、目つぶってる。こんばんは。消すね、ごめん。うん、どっ
つでも入るよ。なんかさ寝ちゃいそうじゃないこのもん。いやわかる。でも頑張ったもんね公園ね。これです。覚えた。はいマナ。はい開けます。ね、おいじをしてる。ねみんちゃんの目だよ絶対。目つぶって。見てないもん。ねえさあや目つぶって。つぶって。行きます見せます。都会にさ洗濯したての匂いがする。ラーメン？違う。はいマナ。いいよ。洗濯したての匂い。せーの。夢は1年ぶりにクローゼットから出してきた。わかる。長袖さないよね。なんかないっていうかさ。見せます。めっちゃいい匂いする。わかる。めっちゃいい匂い。食べな。カジノシャツね。両。よろしくお願いします。違う。カップヌードルだと思ったんだけど。カジノシャツ。洗濯したての匂い。はい。はい。見上げていい？はい。ではゲーム開始。え、どうする？話題1で質問があるけど、うん、それやる？それやろ。それやる？最近これをいつ食べましたか？おー、どうだろう？そうだろう。昨日。え、じゃあどう？もうパッて言ってくる？それとも順番で言ってくる？いつだ？私、あんま食べないの。だから昨日。あ、わかるわかる。食べるイメージない。うん。まあでも、先週食べたかな、多分。なんか違うで。うん。思い出せない。日の、日のじゃない、夢は。夢も全然食べてないかも、最近。好きだけど。全然食べてない。意外と。あ、でも1週間前に食べたくなって食べた。夜中、夜中、うん、え夜中、あ、夜中、夜中、いいね。小腹が空いて、私も小腹が空いて3日ぐらい前に急に食べ出した。食べ出した、食べ出した。え、わかんないね、全然。食べ過ぎて、え、私常にストックしてある。あー、イメージあるかも。確かに。そうなんだ、うん。マナは？え、マナはでも最近なんか買わないようにしてて、そう。だから、あん、全然食べてないかも。うん、そうよ。多分記憶上では。うちはね、昨日食べたわ。あ、食べてそう。あ、昨日食べた。確かに確かに。食べてそう。なるほどね。じゃあ話題に。え、わかんないわかんない、うん。このメニューの価格はいくらぐらいが妥当だと思いますか？え、せーので言ったわけないから。え、待って、でもさ、物によるよ。そういう、どういう何？うん、一番オーソドックスなやつでいく。オーソドックスなやつ。そうだね。難しくない？じゃあもうなんかさ、単位でいいんじゃない？なんちゃらめっちゃ細かいのじゃなくて、ああ、三つ。ざっくりざっくり。ひとまとまり。そう、ひとまとまり。ひとまとまり。イメージ的には、やばい、うん。桁数で言っていい？何桁数？桁数。わかるよ、桁数。1円とか。あ、1円、1000円、2桁みたいな。まあでもそう、ごちそうさまでした。めっちゃ怒った。むずくな？じゃあやめる。むずいっていうか早いで、ね、大丈夫だな。大丈夫だ。え、ごちそうさまでした。え、そっか、だいたい。え、でも難しくない？なんかさ、相場がね、なんかさ、お休みモードみたいな。結構幅広くない？それって。え、高いのは高いじゃん。そうそう、あ、だからそういう話だよね。そう、安いものはさ、別に結構安く買えるよね、うん、けど高いのは高いよね。ちなみにこのメンバーの中で一番好きそうな人は誰ですか？あって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 。え、自信ある。うん、なんとなく言うね。言う、自信ある。言わないで、せーので言うの。あ、ごめんごめんごめん。でもサーヤの負けじゃないかも。確かに、うん、確かに確かに。え、結構私カホもあるかなと思ったんだけど。あー、でもなんかさ、え、でも結構日に、うん、日にてもっていうか、これっていうかわかんないけどさ、人にあげない？あ、あげる。うん、あげがち。もうなんかみんな一緒のこと話してる感じ。わかる、みんな一緒な気がする、うん。あともちなみに4秒なんですけど。やばっ、やばい。でもこれはね、僕ね、やばい、みんな一緒だよ絶対。はい、じゃあいいですか、せーので指差し、誰が違うか。でも普通に一回話し合わない？その話題じゃなくて。全然わかんないもん。あ、いいよ実際。え、でも進む？どうする？これウルフ同士は分かってない。分かってない。自分がウルフかも気づいてない。分かる。うん、気づいてない可能性もある。自分がウルフだったらどうしよう。確かにね。もうちょっと踏み込んだ質問。そうだね。うん。何、例えば。分かる。踏み込んだ質問。ラーメン食べた後に食べたいよね。違う、逆かも。逆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 。食べる前に食べたい。うん。あ、う、あ、ん、あ、うん、あ、違う、逆食べたい。そう、それ食べた後に、これ食べたい。ああ、同じ。うん。おっと、怪しい、なんかさ、後付けみたいな。夢怪しい。夢とか怪しい。ニヤニヤしてる。夢とか怪しい。え、でも私、何が、もう一個のやつ何か分かる、私。もう一個のやつ。対局のやつが分かる。え、じゃあ勝てるんじゃない？ってことはウルフなんじゃない？確かに。ああ。でも、分かんない。
だから私どっちにも同じ話をしてるの。あ、うん、どっちとも取れるね、うん、話をね。分かんないけど、分かんないけど、でも似てるんだろうね本当に。うん、なんとなく想像ついた。えウルフだと思う人と。でもカップラーメンのカップラーメンのカップラーメンの前に食べたいとかあるじゃんみんな、まあ、好みですからね、うん、一緒じゃん。だからゆめ怪しい。ゆめずっとさ、確かにゆめさ絶対自分がゆるふだと気づかなかったけど、さっきで気づいたの、うん、カップラーメンで気づいたと思う。え、そうしよう。ゆめとサーヤかなって思ってる。私ねえ、サーヤ。じゃあでもね、一人しか選べないのとりあえず。二人いるんだけど、まあ、自分のあれでいいんじゃない、うん、自分の思う人で、うん、オッケー、うん、じゃあ、うん、行くよ、うん、せーの。あ、みんな夢で、夢夢も自分でやるの絶対夢じゃん。自信なくなってきた。じゃあ行きますよ。絶対夢じゃん。夢さんはウルフで。え、モテるのかスピ。あ、うん、ウルフの勝ち。え、どっち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 。え、誰。え、なんとですね。なになに、怖い怖い怖い。自分だったらどうしよう。夢さん市民側でした。え、え、え、うん、え、他に、え、っていうのを聞いて。あ、わかった。じゃあもう一個話して。私の見つけたんで。作ったことある。ないないない。作ったこと？作れないよ。そんなはないよ。ない。あ、じゃあ私かやっぱり。え？え？え？これで。え、これってまだ続く？うん、もう結果出てるけど誰がウルフか。いや多分私だ。え、まだだと思う。え、これうちじゃない？ウルフも。みんな二人しかいない。え、まだだと思う。ウルフ。いや多分うちかも。絶対まだ絶対まだ。いや、うちかもしんないこれ。絶対まだ。なんとですね、これ私かもウルフ。モナだよ絶対。え、どうってバラしたらいい。もう言ってていいと思う。だって俺でしょこのゲーム。うちウルフ。なんと、ウルフ、うん、カイリとモナです。やっぱりね、みんなチョコでしょ。チョコやっぱり。ポテチだから、ポテチだから。モナクッキー。あ、クッキーか。まだ分かったの。全然。え、絶対チョコだなって思った。なんかまず食べないのはまず分かんなかったの。クッキーも食べないしチョコもあんま食べないじゃん、うん、でもなんかまあ好き、よく食べるって言ってたんで、うん、まずあれチョコかなって思い出して、うん、思いついて。でも夢が作ったことないって言ってた。でもこの前作ったのまだ聞いてて、チョコクッキーね、あのクッキー、まだクッキーだから。かで作ったことないって言ってたから、あ絶対チョコだなって思って。あー、なるほどね。そう、でもこの人何も分かってないよ。市民側だと思って、私が多数でクッキーで気づいてないみたいな。いつも持ち歩いてるにはな、どう思ったの。あ、持ち歩いてるんだ。そう、だからそれはチョコだなって思った。そう、人にあげてるじゃん。クッキーチョコ人にあげてる、うん、だから人にあげてるよねって。私チョコでみんなポテチだと思って、うん、かわいい。でだから食べたいって言ったのがこの後に。うん、後に合わせてきた。それはチョコ側に合わせ、チョコ側っていうか、もういいや、一旦自分チョコで攻めようって思って、うんうん、私はこの後にチョコ食べたいなと思ったから言った、うん、本当に。あ、しかもカカオはもともとチョコなのか。チョコだよ。え、マナと、マナとカエリがウルフでした。ヒノはなんで内返しと思ったの。え、なんかそのなんだっけ、あ、その、うん、ラーメンの後に食べたいみたいな話をした時に同調した感じがあったから、みんなの先に言ったのに。ただの性格。え、そうそう。で、思ったけどただの性格だった。ただの性格だった。なんかこんな大人数でやったのさ、初めてだった。感覚つかんだ。はい。え、おもろい。分かったね。難しかったね。いきます。なるほど。でも自分がウルフかと思ってびっくりしたよ。じゃあ、気づかなかった。はい、見てます。いいのが焦った。これです。覚えた。はい、どうぞ。感覚はつかめたかも。確かに。ありがとうございます。バードウルフ来ますよ。はい、次カイリーさん。味わってる味わってる味わってる、うん、失礼します。うん、これでした。んこれ、ちょっとこれ、私はこれめっちゃ何色があれついた。じゃあカホに渡す。ただはい、これのね、面白いところはね、なんかあんまこう、うん、上手い下手がないんですよね、うん、これも平和に、ね、気づくか気づかないか、うん、人狼より平和、うん、じゃあ見せます。そう、人狼より分かりやすいかなと思ってワードウルフにします。見せます。ね、こっち見せます。みんな目つぶって、みんな目つぶって。めっちゃつぶった。はい、待って待って、はい、さあいい、うん、なんか口が何
だってなんだかこちらです、見せてます、じゃーん、はい、あれ待って忘れちゃったかもねえ、あ、思い出した思い出した思い出した、びっくりした、 OK、 はいはい、それではゲーム開始、はい、3分、じゃあ話題、この動物を見たことはありますか、ある、せーので言おうよあるある、せーの、ある、うん、話題2、この動物に対してどんなイメージがありますか、うわこれ攻めるね、ね、どうやって言ってく、せーの、うん、いいよ、もう一回、どういうイメージか、イメージ、分かった、はい、分かる分かる、せーので言った方がいいね、うん、これは、ぎょ、せーの、かわいい、何て言った、ドーン、賢い、かわいい、かわいい、ショー、かわいい、爽やか、爽やか、待ってもう爽やか、え、爽やか、ショーって何、爽やかじゃない、ショー、あうん、私は攻めた発言をしました、今も攻めてみた、うん、ね、なんて言った、なんて言ったの、賢い、あー、うん、あー、だからうね、うん、だって私、分かった分かった、ねえさ、それ勝ったじゃん、言っちゃったね、自分がうるふかもしれないんだよ、え、前なんて言ったっけ、かわいい、カエルはかわいい、あ、一緒だあれ、え、でもマナは絶対に一緒、え、ゆめたんと、ゆめとカホと、じゃあまあ、そうや、なんて言ったっけ、爽やか、まあ、爽やかは分かる、分かる、一緒と思う、なんか涼しげだよね、涼しげ、涼しげ、分かる、分かる、どう、どう、怪しくない、カイは、ね、熱、ね、しげ、涼しげ、かわいい、涼しげ、熱しげ、待って、ドーン、ドーンって何、ドーンって何、ドーンってはなくない、ちょっとさ、ね、言えぬすぎたかもしれないいいよ、そういうの、サイが言うの珍しいよ、これに関連したものあなたは持っていますかって、いや持ってない、持ってない、いや昔は持ってたかも、小学生の頃は絶対みんな持ってるよね、一緒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 、絶対みんな絶対一緒、あの色違うよね、プラスチックの、じゃあここ一緒、黄色とか青とかね、遠足とかだよね、その時のグループで、はい、カエリとヒロだと思う、でもそう、そう待って、でも私ヒロと違うね、それはないんだ、本当に違うの、ドーンじゃない、全然ドーンじゃない、可愛いって言ってるんだよ、確かに、何がドーン、え、じゃあこの中は誰かが嘘ついてるってこと、逆にヒノは確定、ヒノ確、これってさ、ヒノが確定だったら、もうちょっと言いたい、あ、まあ、もうちょっと、何を指してるのか分かったかも、今ヒノは分かる、あ、分かったかも、え、ドーン分かる、え、違う、分からないけど、ヒノが想像したらでしょ、分かる、ああ、ヒノの題がね、ここにちゃんと教科書ある、え、なんて言ったっけ、爽やか、爽やか、ハンバーグ、待って、ね、ハンバーグって言ったよね、ハンバーグって言った今、そっちじゃない、そっちじゃない、あと2秒、じゃあしょうがない、え、話題もない、うん、なんかもう話題欲しいの、もう1話題ぐらい、なんだろうな、え、少ない、え、じゃあ踏み、めっちゃ踏みって発言してもいい、うん、どうしよう、自分がどうしよう、大丈夫だよ、なんかマナが、え、どうしてもいいよ、マナが見たことあるのは、うん、あの人と仲いい、ああ、わかるよ、一緒じゃん、あ、この二人だ、納得してない、人と仲良しだよね、優しいもん、そういうことね、あ、違うかも、ね、言わない、言わないの、正直に言わないで、じゃあ顔、え、違うよ、カエルと、で、なんで違うの、え、だってわかるもん、私人と仲いいの、怪しい、ほんとほんと、だってドーンじゃないもん、触ったことある、ない、まだない、ないかも、え、でも触ろうと思えば触れると思うね、ワンちゃん、うん、え、じゃあ触り心地ゼロで、絶対違う、ね、触り心地どんな感じか言ってみよう、いや、わかんないわかんない、テッ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 テ、あ、いや、2文字の行為、せーのだね、うん、せーの、ツルツル、あ、いや、今変えた、今変えた、違う、今変えた、今変えた、見た、違う、ツルツルって言った、ね、ツルツル、違う、言ったよね、ザラズル、ズルって言った、なんて言った、ズルって言ってたよね、ズルズル、ラーメンって言ったよ、進まない、ヒノとカエリだと思う、ツルツル、ドキテツじゃない、私もツルツル、ドキテツじゃない、ドキテツだと思う、待って、本当に、
え、じゃあひなと違うんだよ。待って、じゃあここ一致させたい。ドンじゃなくない？ドンじゃない。私もドンじゃない。絶対にドンじゃない。そもそも違うよ。ドンでしょ。あ、こっちズドンの方でしょ。そう、ドン。ドンじゃない。絶対に違う。絶対にだ、絶対にだ、絶対にだ。だって、ね、聞いて、ザラツルだよ。違う、ツル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 よ。言った。いや、ひなは、ひなは口が、口が悪いんです。ツルツルって言った。いいよ、じゃあ、だ、誰にする？いいでしょ。じゃあみんなせーので言ってみる。怪しい人、もい人、うん、せーの。誰？私そうよ。そうよ、だって。私なんで爽やかがわかんない。ねえ、爽やかだから、自分がうろだから、だって。うん、見ます。これで趣味だったらさ、自分だったらどうしよう。わかる。自分にも問題ある。あ、ヒロさんはウルフですだよね。大逆転も。クジラ、なんかクジラだと思った。クジラだと思った。クジラか。クマかと思った。いや、クジラじゃない。ね、あれ、あ、正一かと思った。え、私はみんなイルカ。イルカ。あ、当たった。待って、ヒロの当てたくない。いいよ。え、待って、ヒロの仲間は。わかる。え、待って、ヒロホットセイ。絶対カイリでしょ。ウルフ、カイリ。ねえ、え、ちなみにオットセイじゃない。あ、アザラシ正解。 あ、かわいい。ドーンはどっちもわかる。わかる。アザラシそんな大きくなくない？え、意外と。でもドーンはなんかわかる。わかる。正直そうと思う。そう、重力でしょ。重力でしょ。爽やかでしょ。確かにね、確かにね。イルカ、みんな絶対さ、黄色とかピンクとかの基本。あ、そうそうそう。え、あ、あ、なんか、なんか、あの、なんか真珠みたいな、なんかあるよね。空気とかなんか入ってるさ。でも、ヒノツルツルって言った。ま、まあ、ツルツルだね。じゃあもう次行こう。次行こうよ。え、めっちゃ楽しい。面白いね、これ。楽しい。なんかさ、サクサクって終わるからね。ニアピンすぎてむずいね。そうなの。それが、あ、お題のじゃあ内容決める。うん、何する？みんな 何聞きたい？食べ物、飲み物、生活、遊び、食べ物、もう一回、食べ物、飲み物、生活、生活、遊び、遊び、恋愛、恋愛、学校生活、学校生活。どれがいい？どれがいい？何？何？どれがいい？じゃあ一番最初に目に入ったやつにしよう。うん、遊び、遊び。オッケー、いきます。じゃあ4分にしました。何が、いきます。見せます。なるほど。合うね。見た、ちょうど見てない。ちょうど見てない。ちょうど見てない。危ない。こんな感じ。えい、はい。ちょっと面白いね。なるほどね。ねえ、やめてよ。隠れて見ないで。いい？はい。見てるよ、俺のこと。やだ。え、これ。で、誰に見せてんの？かえり夢。え、なんで夢に見せてんの？ありがとう。はい、お、回せ。お願いします。はい。だからそんな時間かかんないでください。投票もないしね。めっちゃいいね。わかる。はい、見せます。これなんだっけ。あの、見せますね。遊び。遊びか。わかる。遊びわかる。ね、言わないで。はい、はい。まあでも遊びなのかなって思って。遊び。こちらになります。まあ、うん、はいはい。それでは目開けます。はい、ゲームスタート。話題1スタート。このメンバーの中で一番嫌いそうな人は誰ですか？逆にじゃあ嫌い、好きにしようかな。そうしよう。そうだね。好き、嫌いな人の好き。言いたい、言いたい、これ言いたい、言いたい。待って待って待って、迷う。そう好きな人でしょ。うん、え、もう絶対好きな人でしょ。一択でしょ。分かったかも、分かったかも。え、おっと、大丈夫ですか？分かってますか？分かってるよ、余裕で。いいよ、いいよ、いいよ。せーの、ガホー。いや、絶対私でしょ、ガホだろ。私以外ありえないよ。うん、え、みんな誰刺した？カホ。待って、夢見ました。私夢一回ヒノにやってたよね。え、違う違う、カイリ。私なんか夢が一択私めっちゃ怖い。一択って言った時に、この人しかいないんで言った時に夢私と目やったから、もうその時点で私は誘おうとしてる。え、ヒノもずっとカホ。マナもカホ。カホしかない。カホしかない。絶対やったよ。え、じゃあ行くよ、話題に。それを共通の知り合いに例えるとしたら誰ですか？ちょっとむずい質問なんですけど。共通の知り合い、うん、あ、今分かったかも。ぽい。待って待って、分かんない。共
通に何どういう意味質問が分かんないね共通、まあ、イメージ合いそうな人でいいやじゃあカホじゃなくてはっまあねカホも分かるうん姫うんあっていいよカイリあ分かる私もカイリだった。私カイリの次に今レイナさんだった。えちょっと待ってそこは私ちょっと解釈解釈かごめんごめん解釈かあでもカホなのもちょっと分かる。カホじゃない。もう自分で話す。うちらで。話題まだある？もう一個ある。あ、いやちょっとむずいな。それを見た時の表情はどんな表情？えそれであの顔で結構大事かも。見た時見た時見た時ってじゃあじゃあそのそれを表現する顔でよく。あ、オッケー。顔だけね。顔だけ。手出し。ちょっと待って手出し。手出し。オッケー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 。行きや。せーの。なんでみんなおもろい。でも分かるかも、ね、待ってみんなどんな顔してたの。ほっこりしてるもん一人だけ。私え、カイリルスの顔私あんまり好きじゃないからやだ。めっちゃいい音ずっと言いつけてるよね。え、でもカイリルも分かる気がする。何それ、誰の、何それ。ないよそんなの、うん、私ねもう何回見たと思ってる。え、でもカイリ以外はこれからも私でしょった。え、でもちょっとニュアンス違くない？絶対私カホとめっちゃ一緒。ゆめでも一緒だよ。ごめん、え、みんな一緒。あ、ほんとだ。でもさあなんか、うん、だごめんちょっとかわいこぶっちゃった。さあほんとしゃくれてる。ねえ教頭先生みたいな。え、違う。あ、え、どうする。え、うん、え、でもむずいな。でもカイリが違うなって私は印象がある。でも、でもこれ、でもさ、お題見た時にさ全部違う、これ遊びって思ったんだよ。遊びって、私も思った。だから、うん、みんな一緒なんじゃん。遊びって、え、一人だけ。ルフ、え、でもまあ遊びだなって思った。遊び思わない。まあ遊びと、え、でも解釈しようと思ったらウルフかもって思ったらウルフじゃないふりするんだよ。あ、わかった。いや、違う。絶対ルール説明ありがとうございます。ごっこ、いや、ごっこじゃなくてそのいろんなジャンルがある中の遊びとして捉えることもできない。え、できないかもって、ね、やらないで。あ、そう、やらないよ。あ、お、今カホが決定的な、あれ、でももっとダメだよ、それジェスチャーはダメで。ダメって言ってたね。そうじゃん、ルール説明。ごめん、私ラーメン食べてて聞いてなかった。ジェスチャーは別に言ってダメっては言ってないよ。あれ、言ってない。え、どうする。で、ごめん、今なんか場を冷ましたわ。おい、え、むずいね、そのジャンルがなんか、うん、え、な、なん、じゃあ、うん、え、もう一回ね、罠ばっか踏み入った発言してな。いいよいいよ。あの、これを、え、待って、どうしよう。え、待って、やっぱなんでもない。取り下げる。なんかさ、修学旅行の恋バラみたいな。どうしよう。なんか踏み入った発言したいよね。思いつかない。モノマネする？マナはしたことない。モノマネ？モノマネむずい。でもモノマネ、あ、もう時間は終わっちゃった。うん、どうする？めっちゃ食べてんの？え、どうしよう。そうよ、食べてんの。え、これね、面白いと思います。面白い。え、うん、面白そう。え、待って、どうする？ってことは多分ヒロなんじゃない？わかんない。ああ、全く。また時で。でもだって私これわかんないよ。これ。また時。あ、え、でもなんかいろいろ考えたら分かる時もあるかも。でもさ、マナがさ、なんとなくさ、鬼はそんな時間してたんだよね。うん、うんってしてもらう。ほら、なんかこっち系。じゃあまだ顔芸ができないの。ほらほら、でも私この厳しい顔ね、まだここにシワ寄ってるから。え、マナの顔もちょっと分かる。え、なんかそっちに振ろうかこっちに振ろうかめっちゃ迷った。え、それもわかるの。え、面白い。え、じゃあどうする、どうする。じゃあもういい、もう投票にしちゃって、うん、はい。え、むずいね、これ誰だろう。え、マナとカイリ。絶対マナ、まず絶対チマネ一緒だよ、みんなと。マナかカイリかヒノ。納得してたもんね。うん、ヒノだと思う。誰とヒノ。私とヒノじゃない。マナかカイリかヒノ。マナはヒノ、ヒノとカイリだと思う。カオとは絶対一緒。まあでもヒノカイリと違う気がする。待って、踏み入った発言もっとしようよ。して、気になる。え、じゃあもう言うよ、うん、私実は一人で見に行ったことある。へ、ね、まあでも結構ね、踏み入ったくない。え、でもそれもありえる、私のやつなの。
私のやつでもっても違うことじゃん。ありえる。え、踏みってなかった今。え、これはリアタイで見てた。いや、私は見てない。リアタイじゃない。私もリアタイじゃない。まとめて一気見しました。どこで私が勧めたよね。うん、ね、どこで見た。ああ、聞いた、勧めてるの。どこで見た。めっちゃ踏み入った発言。家で見た。私も分かった。マナも家でも見た。踏み入った発言、どうぞ。え、一人ずつ踏み入った発言してた。まだ今したから。もういいよ、もういい、もういい。何も結構したくない今。うん、なんか言ったっけ。めっちゃ踏み入ったよね。え、私がって。勧めたよね。はい、あ、ヒノ。ん、ヒノから踏み入った発言して。踏み入った発言、うん、え、どうしようかな。どうしよう。絶対ヒノじゃん。ヒノや。相手が分かんないから。それに合わせようと考えてるんでしょ今。うん、違う。じゃあ言えるんじゃない。やばい、警察官みたい。でも言えるんじゃない。じゃあ言えるんじゃない。え、向いてるかも。やってみて、やってみて。踏み入った発言だよ。はい、もう自分の思った通りに言えばいいんだよ。言えるよ。え、まあ子供に人気だよね。うん、え、踏み入ってなくない。え、踏み入ってない。もうちょっといける。もうちょっといける。え、でも大人も大人でめっちゃ楽しんでる、コスプレとか。うん、おう、はい、夢。めっちゃ踏み込んだ発言していい、うん、めっちゃ踏み込むね。いいよ、踏み込め。こん中で一緒に見に行ったよね。うん、こん中で一緒に見に行ったよね。こん中の人、誰かと一緒に行った。誰かとっていうか何人かと一緒に行った、見に。え、見に行ったよ、見に行ったよ。え、私だけ？二人なんじゃない？え、行ったっけ？私夢と。カホと、え、もう言っていい？うん。カホとサーヤと、うん、ヒノとユナコと夢。うん。そうだよね、マナいないよね。W の字で見た。見に行った、見に行った。この中だったから、一席ずつ開けた。あ、私それで、ね、ない人は一人で。行った行った。行ってんの？わかんない。そうだ、行ってないからか。待って、で、ヒノと絶対ときてつ。合わせてる、うん、合わせてる、うん、いや、あのね、ヒノはもう合わせてると思う、うん、合わせてる、うん、ヒノと帰りだ、ね、またもまただけです。もう行こう、もう行こう、行こう。え、じゃあ誰にする。ヒノ帰り、ヒノ帰り。あ、でも投票しなきゃいけないのか、うん、私もじゃあ帰りにしちゃう。じゃあ一旦か、一旦帰り。え、ちなみに私、あ、私ね、まあ、どうしよう。言っちゃうの、言っちゃうの、言っちゃうの。まだ、だって違うかもしれないよ。え、じゃあ帰り見て、で、言わないで。うん、帰りは絶対違くない。夢見えたら見られてない。まだ投票やってない。投票。ん？これ何これ？確認をして。あ、決定。投票。うん。ねえ、リアクションしなよ。カイリ分かった？分かった。え、相手分かってた？相手分かった。え、私たちウルフだった？ウルフだった。待って、待って、ウルフの友達が分かんない。待って。友達下に見ればいいじゃん。あ、そうかそうか。あ、いたいたいた。あ、ヒノだった。うん、そうだよね。え、だよね。え、じゃあ私みんな鬼滅の刃でしょ。うんうん、分かったのよ。合わせたんだけど、うん、私分かった。いや、分かんない。これここ胸ぐらを捕まえ通りで。え、でもほっこりしてたよ。え、顔、顔やって。顔だって顔とめっちゃ一緒だったじゃん。一緒だった。だったの、うん、何だと思う。炭治郎。それが違うよ。違うよ。え、なんだ。え、だから鬼滅、鬼滅。え、でも思い出して、カホってみんな、私もカホだったじゃん。うん、最初から。待って待って待って、そんなさ、結局アニメってことでしょ多分。そんな揃うことあるって思わない。あ、私たちのやつが何かアニメです。カホが好きなアニメ。ヒロアカ違う。うん、通り部は違うな。いや、全然違う。通り部なんか、みんなが言ってることが不思議だった。配給。え、何言って。そう、鬼滅、呪術廻戦。違う違う。何？アンパンマン？好きなの？あ、でも近くない？どっちかだと近い。そっち系？ドラえもん。ウルトラマン。違う。しんちゃん。あ、違う。近い。ドラえもん。違う。サザエさん。違う。ハル太郎。好きなやつ。近い近い。多分自分で考えた方が分かる。仮面ライダー。え、これ私これそのキメリカ。キメリキュア。違う。鬼滅って聞いた時に、え、鬼滅なの？って思ってびっくりしちゃった。私もう私完全に。待って、待って、待って、私好きなアニメ出せない。クレヨンしんちゃん。え、カオって好きなのそれ。え、絶対好き。え、全然わかんない。うん、アイナナ全然好きなの見たことない。え、絶対に。え、マナたち見たことある。え、絶対。あ、うん、あ、あ、見たことないと。あ、わかんない。待って待って、マナわかんない。あの、でも私進撃の巨人。違う。あーっぽいね。あのね、そっちじゃない。え、言っていい。言っちゃダメ。ダメ。ダメ。知ってる。え、ヒント出したい。え、知ってはいるけど見たことあるかも。マナ知ってる。知ってる、絶対知ってる。え、でも、はいはいはい、ワンピース。違う違う。そのこと話したことある。
その何その単語を話したこと、なんならやばいすっきりしたい、おた、え言っていい、いいよ、オタクになる前から好き、あーね、言わない言わない言わない、ちょっと待って違う、ちょっと待って違う、待って、今思い出せない思い出せない思い出せない、あるある、オタクになる前から好きなの、ある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 、お母さんと一緒、あ分かった知ってるかわかんない。わかんない。え、知らなかった。当てた当てた。当てた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 。分かった。え、でもカホが、カホが分かった時に脳汁が出るのはわかるけど。やばい。分かんない。確かに。そう、え、合ってるかな。ずっと張り合う。全然違う。違うよね。え、分かんない。頭の中アニメが。違う。分かりやすい。え、分かんない。あれでしょ？今年映画出たでしょ？え、分かんない。それも分かんない。え、嘘。え、何文字何文字？6？ 違うかも、あ、違う違う、待って、カホちゃん、え、これ初見でスラムダンク、違う、あ、そうなんだ、そうなんだ、ごめん、スラムダンクじゃない、ちょっと座り直すわ違うんだ、え、なんかスポーツ系のアニメ、違う、待って、でもオタクになる前から好き、私も待って、うん、最初に好きだったのスラムダンク、スポーツ系、でもアンパンマンとか近いよね、アンパンマンが近い、稲妻イレブン、アンパンマン、ポケモンってない、スポーツ系じゃない、ポケモン、ポケモン、あ、今ポケモンした、大正解、好きだったの、でも全然好きだよ、知らなかった、そう、あ、え、話したことあるっけ、なんか靴下を揃いにしたの、あ、話したことある、私カビゴンのモノマネしたもん、ポケモンと、あだからさ、あれ、あの何、鬼から人間になった時にこうやってやったのかと思った、あれよかったね、じゃあカビゴンってこと、なんかさ結局さ助かるじゃん、キルコのよく、だからよかったねーの笑顔かと思った、想像力よかった、だからいろいろ考えたら助かるわよ、ありがとうね、でもなんか違うね、え、これはね100万ボルトだっけ、10万ボルト、10万ボルト、10万ボルトしてたの、あ、そしたらね、たまたま炭治郎だった、びっくりしちゃった、すごい、私を刺したのも、うん、ポケモン、うん、だから刺した、確かにヒナも好きそう、刺してたよね、こうやって帰り、うん、いや、ポケモンマジでミリシラだよ、うんうん、え、そうなの、すごい、まあなんか詳しそうだ、ね、だから帰りっつったのか、その、うん、そのさ、なんか合いそうなキャラクターさ、なこの中で合いそうな人、カイリ、こっちは炭治郎だと思った、炭治郎だから、炭治郎だと思った、マラモ、鬼滅の、え、カイリはピカチュウっぽいし、レイザさんはサトシっぽいなと思って、だから私その鬼滅、でも炭治郎、え、カイリって思ったの、うん、でそれは最初言ったの夢だよ、カイリって言ったの、うん、そう、ごめん、それだから解釈、あ、マジ、え、おもろい、え、次どうする、すごい、テーマ変える、これもよかったね、うん、次何がいい、どっちかっていうとさ、誰がウルフかじゃなくてさ、うん、え、じゃあ全部やれば、食べ物飲み物何か何、あ、オッケー、生活恋愛全部やれば、ありがとうございます、じゃあまず食べ物飲み物からいきますね、難しそうだったら、ありがとうございます、はい、食べ物、食べ物いいですか、こちらでいきます、これじゃあと5回ぐらいやるってこと、いや、あと3回ぐらい、3、4回、ね、食べ物、飲み物、さっき食べ物やったか、あ、やったよ、嘘、飲み物にしよう、はい、あ、じゃあごめん、やめる、め、面白そうだったけど、あ、ほんと、じゃあ言う、言う、じゃあ言う、だから面白そうだった、え、楽しみ、お腹空いてきた、分かる、お腹空いてきた、分かる、それな、飲み物、飲み物、生活、恋愛、学校生活かな、あと、どう、覚えた、どうぞカホさん、はい、生活、恋愛、学校生活、うん、そうそうそういや、遊びおもろかったな、うん、いや、私、相手わかんない、はい、相手ってか、ポケモンだと思った、全員、全員、私も最初見せます、ウルフでもいいから鬼滅で押し通そうって思ったはい、サイヤ、はい、いや、一択って言った瞬間、え、ヒノは正直一択だと思っちゃったもん、だって本当ポケモン、そうね、カホのそれを知ってたからね、これですえ、カホ、OK、 そう、私だってポケモンマスターになりたかったから、え、そう聞いてたから、ポケモンマスターになりたかったから、将来の目ポケモンマスターしてたから、どうやってなったらなれるの、いや、なれないよ、開けていい、夢、はい、いけよ、いいよ、いいよ、いいよ、ゲーム開始、ポケモンいないのにポケモン探し、はい、話題1、朝昼晩だったらいつ食べたいですか、その理由は、はい、はい、みんないい、せーの、せーの、夜、昼、昼、
夜やばい、さんさん、え、なんで理由は、なんかめっちゃ好みの、いやでも昼でもいいね、まあ、昼でもいいけど夜に締めたい、いや分かる分かる、あーなるほどね、私夜だと太るから嫌だなと思った、あーいやそれもある、分かる、うん、うん、あるけど、確かになんか昼のがいっぱい食べれるから、え、そう、いや分かる分かる、私的な問題、昼友達との、なるほどね、今は夜のが食べれるから、うん、同じ感じで昼か夜か、そうそうそう、じゃあこのメンバーの中で一番嫌いそうって書いてあるから、じゃあ、え、苦手そうな人、嫌いそう、あんまり食べなさそうな人は、あ、食べなさそう、あ、分かった、え、誰、あ、ここの中で、みんな食べる、いや、うん、分かる、みんな、みんな食べるよね、え、一番好きな人にしてみる、どっちがいい、食べないか一番食べるか、一番食べたらもう一択、うん、うん、私のもそれ一択なんだ、でも一択だから食べない方がさ、よかった、食べない方がいいんだか、食べないは分かった、はい分かった、めっちゃ、ね、消去法見つかった、待って待って待って、めっちゃ消去法、みんな食べる上で、うん、どうしよう、選ぶ、うん、OK、 OK、 せーの、カイリ、分かんない、私、モノもヒノ、ヒノ、そっか、誰、サヨ、あ、うち、誰、カイリ、ヒノ、ヒノ、でも私自分にするかヒノにするか、やめと、カホや、絶対自信ある、絶対ゴミだと一緒、私も夢と一緒だと思っちゃう、みんな一緒っぽいよね、なんか、うん、みんな一緒、サイヤヒノ迷った、カイリは迷わなかったよ、ヒノ、え、カイリ誰に投票した、ヒノ、おう、みんな、まあ、え、カイリ投票した、うん、カイリなんだかんだ言って食べなさそう、私ここだな、私ここにいるよ、ここだと思った、嘘、私ヒノ、ヒノだった、ヒノかなって思った、うん、あ、え、ウルフが、うん、あ、食べない、そう、食べなさそう、違う、今ウルフの話したよね、ウルフが、うん、ウルフがここの2人だと思う、え、多分ね、カホ確定、うん、嘘カホね、カホ、じゃあ、もっと楽しもう、okay、それを踏まえてみて話そう、あ、じゃあ好きなのはなしにするか、オッケー、オッケー、どうする、どうやって話す、あ、話題なしにする、あ、うん、話題もなかった、むずくない、めっちゃ食べたい、あ、じゃあ踏みって話して、なんか食べたい、待って、どうしよう、違かったら、これをこう食べるのに、うんうんうん、うまい人と下手な人がいる、あー、あ、分かる、分かる、あ、よかったよかったよかった、私下手な部類、踏みった、めっちゃ踏みしたよね、下手かも、じゃあ一人ずつ踏みってこう、やっぱ、はい、どうぞ、踏み入り、昨日食べた、あー、うわー、昨日何したっけ、言ってたね、言ってたね、昨日食べた、そうだね、ほら、はい、え、昨日、あずっとさ、変なのよ、私、うん、どうね、はい、昨日、なんか、そうだな、ファンの人が好きじゃない、うん、あ、うん、はい、踏み入った、え、メンバーとめっちゃ行ったことある気がする、マナと行ったのがめっちゃ印象的、印象的、行ったことある一緒に、って行ったことないんだけど、嘘、うわ、いや分かった、私これ何指してるか、え、行ったことあると思った、カホもある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 、うん、夢もあると思う、ない、え、めっちゃ行った、え、めっちゃ、マナとカエリめっちゃ行ってる、そんな行ってるじゃん、絶対、待って、絶対じゃん、え、違う、私は、はい、私は今、カエリに合わせて話した、うん、分かった、うん、でも、けど私は多数派だよ、絶対違う、え、待って、私も、待って、待って、待って、私確信した、踏み込んでいい、うん、夢、それ食べるとき、うん、お水3杯ぐらい欲しい、あー、ハマったね、見たことあるかも、うんうん、あー、まあ、お水めっちゃ飲みたい、出る、わかるよ、出る、出る、出る、ほら、出そうになる、うん、今めっちゃ食べたいもん、え、わかる、わかる、お腹すいた、今めっちゃ食べたい、配信してるそれどうなるよね、やばい、うん、え、うん、もう終わりました、どうしますか、もうちょっと話したいよね、わかる、もうちょっと話したいよね、じゃあ顔踏み込んでみる、うん、顔踏み込んでみる、私この中で一番好きな自信ある、あ、それはそう、それはそうです、夢の予想は、多分カホは分かって、うん、合わせたんだよね、合わせた、そう、私も思う、多分そうだね、え、めっちゃおもろいねえ、なんかすごい、ね、え、でもマナここだと思う、え、違うよ、違うよ、本当だって、サインの方が好きってさ、何でも好きじゃない、え、でも特筆してそうじゃない、うん、夢もそう、なんでそれも、まあ確かに、あ、よく帰りだ、帰りだ、帰りでしょ、帰り、でもずっと帰りじゃない、絶対ずっと帰り、マジで狙われてるんじゃない、話通じない人みたいな、狙われてるんじゃない、しかも何か分かる、え、
のは分かる、まあ、お手頃だし、うん、行きやすいから一人、うん、何人でも、うん、自分がこう遠出した時とかでもこうどこでもその名産とかもあるから分かるけど、ここに来て挽回してでもさ、帰りさ、帰りは帰りか日ので悩んだんだよ、食べない人で。まあでも、いや違う、みんながめっちゃ食べるから、いや私そんなに行ってね、そんなに、ああそこまでってことね、あ、まあまあ、あるわ、食べに行ったことあるよね、思い出した、なんでよ忘れないよ、ちょっと忘れちゃいがわかんなくなってきたけど、でもやっぱ日のカホかな、嘘、カホとくらいになると思う、私もそう思っちゃう、え、マジで誰かわかんない、え、なんて言ったっけ、踏み立つげの、お水めっちゃ飲みたくなるよね、うん、でも結構みんなそれは共感してて、どうする？え？え、なんて言った？昨日食べた。昨日食べた。昨日食べた。私も直近で食べた。え？まだな気もしてきた。マナの気もしてきた。だって昨日食べたんでしょ？一緒一緒。マナは食べてないけど、あの聞いたから話を。でも合わせてる可能性もある。そうだよね。うん、まあ、だってさ、あれだよ、うん、あ、そっか、踏み入った発言踏み入った発言、それかサーヤがあの、あ、分かって昨日食べたって言って、でもサーヤがその昨日食べたものを私をそもそも知ってないんだよ、何なんだ、あれ昨日食べた、昨日昨日食べた、え、何違うかも、あれ待って、福島じゃないか、え、ん、何食べてたのか分かんない、何食べてたの、食べてたよね、え、食べたよね、食べた食べた、姉さん、私たち2人のことない、そんなことない、絶対ないよえ、ほんとに、え、でもうちひなと違うからひなが嬉しくだと思う、ここじゃない、やっぱりなんでひなと違うって言った、なんか怪しまれた今やり返さないでよ、なんか怪しまれた、怪しまれた、あれ全員一緒なんじゃないなんか、え、でもカホが違うってなんのか、あ、そっかそっか、そうだ、あ、そうだ、忘れてた、え、え、でもさ、違う、カホと違うの目線が一緒なんだけど、違うの目線が一緒、え、私なんか夢と二人でウルフな気がしてきた、え、絶対それだけはないよ、どうしてどうして、その理由は、あ、それだけはないか、なんやで、いや、わかった、まあ、いやで、夢とは絶対一緒なの、ないでよ、夢とは絶対一緒なのね、うん、え、待って、まだなんて言ってたっけ、それを食べるのにうまい下手がある、え、まあそうだよね、わかる、めっちゃわかるのよ、うん、だよね、で、それでヒノは下手な人って言ってた、下手な人、サーヤは下手、違う、なんて言ったか、え、それ自分が踏み入った発言だから昨日食べたって言ったじゃん、え、やばい、わかんなくなってきたけど、どうする、もう、どんな答え合わせする、まあ、カホと帰りで、え、わかんない、誰が、俺もカホと帰り、え、二人選ばなきゃいけないの、これって、いや、一人で大丈夫、絶対多数派なのに、え、いや、うん、え、わ、え、私ワンちゃんここ二人だと思ってるって話で、絶対違う、どうしたコメントでさ、うん、ネタバレされた、え、違う違う違う、ひのちゃん左右疑いひのちゃん左右疑いどういうこと、そんなこと初めてでしょ、え、じゃあ行きますよ、え、私見ていいかな、カホで、え、うん、いいんじゃない、え、一人、え、難しいねこれね、一人行きますよ、全然一緒な気がするけど、反応見よ、うん、見せない、え、どっちのか、どっちが勝ったかだけ言って、市民かウルフ、ウルフの勝ち、イエーイ、え、せーのでよ、せーの、ザルそばラーメンでしょ、ラーメン、ほら見てみー、ほら見てみー、ほら見てみー、ほら直近で食べたから、あ、確かに、え、あんまり食べなさそうな人カリって言ったよね、言った、食べんの遅いから、食べんの遅いから、食べんの遅いから、結局ラーメンとか行っても残しそうだなって思った、え、結局一緒に行ったよね、一緒に行った、一緒に行った、カオとも一緒にいたことある、ザルそば、うん、ラーメン、あ、私揃えてたの、あ、ザルそばだから、え、昨日食べたの、今日食べたよ、ラーメン、いつ、夜ご飯で食べた、あ、そうなの、めっちゃプライベートの話に分かんなかった、それ、うん、え、知らなかった、やったー、ね、必要にまだ私をなんかウルフに仕立て上げたがるのってなってなかった、でも本当になんだ、え、難しい、楽しい、楽しい、楽しい、ねえ、なんかゲームさ、ウルフになる率高くない、ねえ、全部、うん、全部、え、いつの時点で分かったの、え、もう最初の方から分かる、あ、私なぜ分かったんだっけって、どのなんかヒノが一番食べなさそうっていうので、うん、あ、なんか油系かなって思って、あ、だから分かった、まだ太るで思ったんだ、うん、お肉は、あ、なるほど、確かに
ざるそばお昼に食べたくない？私もね、その時は正直に言ってたの、まだあ、やべって言ったけど、確かに昼って言ったよね。そう、お昼って言ってた。でもラーメンお昼でもありだもん。そうそうなの、ラーメンだから言ってた。あ、そういうことね。太るって言った瞬間に、あ、違う、太るって思った最初、なんかラーメンか焼肉か、いや、思った、焼肉だと思った、って思って、で、なんかみんなの話聞いていくうちにラーメンだって思って、そっちになった。だから、ね、マナと帰りが焼肉行ってるイメージあるから、ああ行ってそうみたいな。そういうことね。確かに最初忘れてたんでしょ、ラーメンだけど、ラーメン行って一緒に行ったこと、うん、忘れてて、で最初パスタなのかな、パスタめっちゃ食べに行ったことあるからパスタ、パスタなのかなって、パスタかと思った。そう思いました。じゃあ次行く、うん、生活ね、学校生活どれがいい、どそれ一緒にしない、どっちか、生活か学校生活どっちがいいですか。なんか生活じゃない、学校生活はさ、うちらは楽しいけど。そう、じゃあ生活にする、生活にする、生活、うん、あ、じゃあみ、ちょっと最初のお前見て決めるね。あ、そうして、うん、ちょっと待って、違うな、学校生活は、学校生活、ちょっとちょっと意味わかんない、そろそろ食べないと死んじゃう。見せるとき見せるって言って学校生活にします。はい、学校生活っていうか学校の話。はい、いきますよ、これちょっとこれ面白そうじゃない、じゃこれでいきます。はい、ありがとう。さっき生活ってやったら、うん、ゴミ箱って出てきたの。どういうこと？え、だから違うなと思って学校生活にしたんだけど、学校生活広いわ、範囲が。あー、待って、帰りでいいよ、帰りにも、うん、あと何が残ってる？テーマ恋愛。待って、これ、みんな聞きたいんじゃないの、マナたちの恋愛話。最後恋愛に全然しないもんね。え、ちょっと面白そうだよね、この、何これ、いや、分からん、何これ、ひののところに混ぜて、うん、待って、まだ帰りのターンなんだ、ね、私のターン、帰りすぐにして、ね、カホ、はい、まあ、ちくと食べれたよ。学校生活か、目つぶってたらさ、はい、わかる、まだわかる、見せます。わ、ありがとうはい、さあや、はーい、見まーす。キラ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 、なるほど、はい、負けます、負けます、よし、いや、これめっちゃね、話したいの、ゲーム開始、話したい、あ、話題は、話題、この人の性格はどんなだったと思いますか。あー、私ね、一番好き、うわ、性格が、待って、何だっけ、なんかね、うん、おー、私他にいるわ、好きな人好きな人が、うん、うん、一番好き、けど別になんかその人に対して詳しいわけではない、全く、うん、うちも全然詳しくない、うん、わかんない、苦手な分野、ああ、そうだね、そうだね、え、マナは意外と逆に好きかも、どういうこと、分野が、その分野、あ、分野が、そうなの、意外、ヒロは好きじゃないの、ヒロ好き、あ、だよね、好き、絶対そうだと思った、ジース苦手、意外と私好き、ヨメも意外、そう、テストね、この教科結構よく取れた、ね、踏み立つけ思いついた、まだ、性格とどんなところが偉いか、この人にも何か教わるとしたら何を教えてもらいたいかがあるんだけど、なんかむずいじゃん、なんか普通になんか話したいことあるってやつだから、聞きたい、うん、待って、でもこれ本当に踏み入ってるから最後の方がいいかも、分かった、あ、オッケー、じゃあこう踏み入って、わかんない、踏み入れやすいもん、わかんない、ジャブでいいよ、最初ジャブで、ジャブがわかんない、抽象的にいこうじゃん、でもマジ有名人だよね、うん、誰もが知ってる、マジ有名人、マナでも知ってるもん、知らない人がいないんじゃないか、マナでマナでも知ってるから有名、でも小学校で習うよね、はい、そうだね、出てくる、それ大きい、うん、え、むずいね、なんかでも、あ、思いついた、ジャブ、うん、あ、こっちから、いいよ、言って、え、なんかその人頭良さそう、そりゃそうだ、まあね、まあ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 、まあ、ジャブ、そうなるから、ね、ジャブなし、うん、確かにジャブなの、おはな、なんやねん、ある、ね、探ってる今、もしかしてみんなの聞いて、違う、そもそもなんか言葉が出ない、うん、なんかどうしよう、むずい、
知識がなさすぎる、そう、なんかちゃんと勉強してくればよかった。どうしよう、知識かこのために、うん、待って、じゃあ、うん、そう、あ、いいんじゃない、言っちゃいなよ、え、それによって話変わるかも。映画、あー、いや、これとピンとくる人は、うん、分かるかも、え、一緒かも、うん、分かるかも、もしかしたら、やばい、どうする、無知かウルフか、どっちか、待って待って、でも3人映画分かるよ、私映画、映画、だよね、分かった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 、合わせてるかもしれない、え、分かる分かる分かる、でもまあ時代劇っていっぱいあるからね、うん、何とも言えない、時代劇をまだ見た時の時代劇っていうか時代、まあね、そのね、その時代を見てましたね、名を残した人にね、歴史系です、分かった分かった、うん、え、2人サーヤとカホかも、え、歴史でしょ、うん、うん、え、なんかもうちょっと、うん、その自分は多数派ですよっていうのをアピールしてほしい、多数派静岡、アピール、え、わかんない、そこまで、わかんない、わかんない、やばい、バカすぎて、わかんない、兄弟だっけ、兄弟いっぱいいるら、兄弟っていうか、なんか家族じゃん、あ、わかった、待って、え、カホのわかったかも、わかる、カホってことはロコなんじゃない、ひでもそう思ったかも、そんな多分ね、いたとしても全然有名じゃない、え、あと静岡じゃない、あ、そうなんだってことは多分、え、わかんない、静岡かも、わかんない、1個わかんない、私自分のもう1個持ってるのあるけど、こっちかなっていうので今聞いてみた、あ、静岡ね、予想しないで、チリの方がわかんない、チリ、うん、チリがわかんない、駿河、駿河、あ、何出身とかってこと、え、駿河じゃない、違う、どこも、あれ、駿河、いや、駿河じゃないと思う、駿河さんって人、違う、地名だって、チリ、え、むずい、なんかさ、きっとこの二択なんだろうな、みたいな、わかる、それめっちゃわかる、え、マナーたちについて何も詳しくない、え、でもさ、あの、有名なエピソードいくつかある中でさ、うん、ほら、あの、あるね、あるホトトギスとかさ、うん、うん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 とか、でもどれがどれかちょっとあんま思い出せない勉強がない、え、ちなみにそれは確定でわかる人いる、あ、わかるよ、わかる、え、待って、え、でもさ、うん、でも言ってたら分かっちゃうから、ホットタギス何個もあるから、泣かせてみせようと殺してしまうと泣くまで待とうだよ、そう、それ言ってたら分かるくない、そう、分かっちゃうから、うん、だめだ、じゃあその3人中ってことだ、ホットタギスにいるってことってことでしょ、あ、そういうこと、みんなホットタギス、え、今さ、ウルフ助けたくない、ヒノちょっとね、助けたよ、それ、え、助けたって、だってさ、三択三択か分かんないで、ね、助けてるよ、もう3人に勝手に絞っちゃった、え、でも使いわい、なんか私はかもこれかなって思ったのはなんか、うん、ぽい、ウルフってこと、え、誰がウルフかわかんない、夢はよそかほとマナ、え、マナたち、いや、マナでも、え、でもマナ踏み入って発言すると、うん、あ、待って、音で示していい、うん、ボーン、あー、わかるわかる、これ結構有名、うん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 、あー、ほんほんと、うん、ここ一緒な気がする、私もマナと一緒、わかる、わかる、わかる、一緒、一緒、わかる、わかる、わかる、ボー、あやっ、え、絶対わかってないでしょ、え、わかってるよ、顔がなんかさ、わかってるし、え、じゃあ、体で表現してみて、無茶ぶり突然のボー違う、え、え、顔で表現してみる、じゃあ顔で、え、何、え、何、え、わかるんだろ、いや、顔やじゃあ、その人のポーズ一個やってみる、待って、わかんない、わかんない、まあまあまあ、わかるかも、わかるかも、わかるかも、ポーズわかるかも、むずいね、わかんない、わかんないね、わかんない、あと何だろう、何だろう、じゃ、色、色、色は、色、すごい、あ、色、え、皮膚の、ちー、何の色、その相手、髪の毛、イメージカラーだ、色じゃない、そう、パッて、パッて覚えつく、え、待って、マジでわかんない、しかもさ、カラー、なんかさ、ちょっとさ、着物、着物っていうかさ、肖像画にさ、わかんない、あ、なんか大体ゆっくり見ないもん、いいの、緑、私も緑、ね、じっくり見ないから、ここが緑、うん、わかる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 、なんでそんなみんな覚えてんの、着物だよね、着物、なんか、なんかさ、一文字乗ってる、その人物に関わる何かがヒットした、めっちゃ前に、映画ってこと、え、でもさ、映画より前、映画さ、分かってなかったから、やっぱここなんじゃない、カホとサヤなんじゃない、うん、え、まだね、あの、あれで見た、サブスクで、ああ見れると思う、サブスクで見た、映画だっけ、私ドラマの方が印象強い、あ、両方あったんだよね、私、え、映画が全く分からん、待って、両方人は分かるけど、だって私緑緑って言ったじゃん、うん、言ってた、え、でも、なんかもうちょっと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 、え、ないない、分かんないな、え、なんだろう、なん
かでも可愛い話の中ではすごい可哀想な人っていう分かるよ。いやひどかほとさんやったんだろうか。え、うちかな。絶対そうだよ、だって。え、なんかじゃあ言ってみて、うん、私ね、分かった。言っちゃダメ、まだ。かほはウルフで合わせてるタイプかなって思った。合わせてるっていうか、うん、分かったかなって思った。かほとさんや、静岡じゃないもん。いや、でも私の人も静岡じゃない、別に。あ、そうだ、私の人何合わせた。え、合わせないで。何を言えばいいのか。いや、でもさやだと思う。分かる、分かる。じゃあ、さやのさ、なんかちょっと入れてほしい、なんか言ってほしい。じゃあなんか言ってほしい。え、それもむずいんだよね。わかんない。じゃあそれを見て一番最初に思ったことは何だった？え、歴史。え、それはみんなみんなその先その先その先ね。どういうじゃあどういうことした人か。どういうことしたっけ？そもそもわからない。そもそもわかんない。待って、やばい。天下統一を取った。え、取れなかった。どっちわかんない。ただのバカなんだけど。めっちゃ踏み込む。あ、いや、なんでもない。ごめん、違う。終わった後に言うわ。あ、オッケーオッケー。終わった後に踏み込むの？え、あのさ、なんかさ、スマホのさ、その回ってきた画面、なんていうの、さっきの画面見てさ、なんか違和感なかった？あった！あったよね！あ、待って、めっちゃ踏み込む。え、何？どういうこと？そんな2人じゃん。何？2人だよ、絶対。あったよね！あった。やばい、うちらだ。怖い、何？最近でしょ？え、5時？この2人だよ。一緒？二人だ。私たち。ねえ、なんでそうやってウルフに言うの？じゃないってこと？うちらだ。私じゃないの？え、静岡はじゃあ何？私はなんとなく、なんとなくっていうか、そのみんなが予想したんでしょ？夢だったんだ。夢はそっちなのかな？夢だ。夢は別に。お寺のイメージある？ある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 。待って。お寺のイメージは別にない。え、夢一緒だじゃん。え、何？ごじってた？ごじってた。ねえ、言わないでよ、まだ。なんかそれ兄弟とか誰かなのか、うん、兄弟。え、じゃあ見ますね。見よ見よ。うちらだ。もういい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 。絶対。え、何？え、そうだよね。そうだよね。何でこじるの？え？おー。そうだよね。あれ？あの人。え、ちょっと待って、予想していい？え、ちょっと待って。え、何？え、なんかさ。怖い怖い。フィギュアの。もう見た？もう見た？え、言わないで言わないで。どっちが勝った？わかんない。え、あのウルフが勝ったんですけど。え、え、モナかもしれない。え、落え、まあ勘違いかな。言っていいですか？え、予想しなかったってこと？予想しよ。何？わかんない。え、ウルフ、サヤじゃなかった。モナかもしれない。うちじゃないの？ね、予想しようよ。多分マナだと思う。え、なんか勘違いしてるってことですよ、多分。うん。モナ。なんか私の予想は名字が同じで下の名前が違う人と勘違いしてる。多分違う。違う。違う？言っていい？徳川家康？違う違う。え？え？じゃあマナじゃないかも。ん？マナはウルフ？市民です。怖い怖い。え？サヤも市民なんでしょ？サヤ市民。サヤ市民。え？なんでさ。え、違和感ないよ、そしたら。え？これめちゃめちゃ面白い。ちょっと見て。え、ヒノ？待って、めっちゃおもろい。え、じゃあ当てよう、一回。うちらで。何が起こった今。何が起こった？とりあえず何出たい。絶対夢。あ、夢か。絶対夢。あ、夢なの？え、夢がウルフだと思うってこと？うん。それはどうして？文字に違和感があったから。そう、でもここが、でも、だって違うんだよ。え、ってことは、え、私？徳川って言ってるね。でもそれは相手の方を予想したから。え、そう、どういう違和感なの？徳川かなって思って静岡とか言ったの。うん、マナも徳川家康かって思ってた。あ、いた。あのさ、徳川家康の映画見たもん。そのさ、コンツェルト、なんか何、セブナガコンツェルト見た。え、誰がウルフだったの？え、まだ今あったね。あったよね。あれめっちゃ好きなの、マナ。え、で、え、ゆめは何だと思ってたの？相手が徳川家康。ああ。え、で、映画、映画、映画一緒じゃん。合わせたってこと？え、うん、何の映画だと思ったの？なかったっけ。合わせたんじゃない？ああ。ただ単に。じゃあ夢なんじゃん。で、結論なんですけど。夢と火でしょ？ウルフ、夢と火の。え？怖い。怖い。だって映画って言ったじゃん。え？待って、私見間違えてさ、違う人言ってたの。え、待って、じゃあせーので言おう、うちらの。せーの。織田信長。織田信長？信長。織田信長？待って。本能寺の変。信長コンツェルト、信長が、まだ徳川家康。え、だから本能寺の変だから。え、ボーって、だって織田信長でしょ。そう、本能寺の変じゃ
トイレでしょ。棒でしょ。え、じゃあ棒は何だと思ったの。いや何も分かんなかった。なんか特殊なあれで本能寺の変の炎だ。そう、だからマナが間違えたんでしょ。助けちゃったんだ、マナが。じゃあなんでかわいそうな人って言って、なんでうんって。だからマナは、マナはそもそもその本能寺の変の人がそもそも豊臣秀吉だと思ってたんだ。違う、信長って分かってたけど、うん、豊臣秀吉だと思って、うん、接してたみんなと。あー、そういうことね。逆でね。面白い。間違えちゃった。こんなことある。分かる。信長コンチェルトだよね。信長大好きなの、あれ。分かる分かる。めっちゃ見るの。うん、びっくり、怖い。じゃあここは分かったんだよね。豊臣秀吉の富の字が。間違ったね。あれ本当は。富山の富だった。あのね。気づかなかった。巨人。巨人はちょんちょんない。けどちょんちょん助けちゃったの間違えて、うちがウルフかと思ってたから。えか豊臣秀吉の富が、そう、コンセルト富が、そう、富山の富になってるけど本当はね、そう、この字なのね。でね、そうで、こっち傷になったり。え、でも富だったよ普通に。え、分かる。マナも富だった。うじってたよ、うち。うじってたよね。じゃあ違う、この富が違うっつってんの。あ、本当だ。え、私ちゃんとこうなってるように見えたけどな。まあいいや。ちょっと分かったね。じゃあみんな見せてるから分かるよ。確かに。あ、そっかそっかそっか。どうだったんだろう。今日初めてのコメントよ。やばい。すいません、だるまとかありがとうございます。あ、でもこうだったんだっけ。え、そう。また？また。待って、なんか踏み入った発言何言ったっけ。ハートもありがとう。夢は、すいません、なんか違和感なかった。ああ、そうだ、違和感か。面白。え、どうする？最後に恋愛やって終わる？そうだね。うん。え、ちょっとなんか恥ずかしくない？みんなはバレちゃうってこと。いや、わかる。うちら全然話さないから。ちょっとみんなも、トヨタミ5ってた。あ、5ってたんだ。面白そうなんでこれでいきます。あ、じゃあ恋愛で。え、大丈夫そう？ヒロの検出的に。そんな危ない。え、危ない。え、まあ自己判断で話。自己判断でこれ、いや、やばいでしょって思ったら。いやいや、ちょっと待って、どうしよう。え、どう思うこれ。何？ダメだ、見ちゃダメだ。でもさ、ファンの人はさ、気になるからさ。大丈夫？気にならないで。大丈夫？どう？いやでもこれの、もっと面白いのはありそうだよね。じゃあ面白いのにしちゃう。いや、ヒナの判断でいいよ。マスターだから。ゲームマスター頼む。ゲームマスターだから。まあでもこれ、まあこれでいきます。本当にいいの？それで。ラストだよ。わかる、盛り上がりたいよ。ラストだよ。え、ちょっと、どうしよう。いける？ラストだよ。どうなの？ファンのみんな気になってるの？ごめん、もうちょっと。ルーレットやるわ。これ今これやめます。はい、うん、後で何だったか教えて。セーフすぎた。うん、教えて。何て言ったの？セーフすぎた。ヒノちょい際どい。セーフすぎた。セーフすぎた。あ、際どいのを選ぶってこと？違う違う違う、思ったより普通すぎた。あ、なんだろう、ちょっと待ってね。眠くなってきちゃった。ね、わかる。めっちゃ。え、でもこれ出せる。あ、これでいきます。ね、はい。じゃん。これでいきます。これに行きます。はい。まあ、来た。ありがとう。あ、もし、その今私が1個しか見てないんだけど、もう1個でやめといた方がいいよって思ったらやめて。なんか夢激しい動きして。ねえ、怪しいよ。何そんなにやばいってこと。え、やばい。じゃあやめよう、やめよう。刺激的かもしれない。じゃあやめよう。じゃあやめよう。それどっち、わかんない。後で話そう。え、何これ。自分がやばい、嫌だなって思ったら。違うの、違うの。何、いい意味で。いい意味。あ、いい意味だったらいいんじゃない。ちなみにさっき匂いフェチだったの。ちょっとやりづらいな。そう、でしょ。確かになんか微妙いいかも。そう、微妙い。だから多分今の方が面白いかなと思って。ちょっとね、いける？うん、いける。じゃあいい。まだ？いきます。寝ちゃうよ。寝ちゃうよ。このまま寝ちゃう。眠い。え？何気になる？やばい、今カホと一緒かも。気になる。あ、でも見ます。検閲は通ってるんだ。事故の。ちょっとやばかったらさ、ショールームの方にバンしてもらう。え、はい、そんな話じゃない、はい、新しすぎない。こちらです。こちらです。こちらです。オッケー、はい、いいよ。はい、いいよ。いけません。
よくないね。ダメだよ。いけません。ね、知らない人の世界。わかる。このメンバーの中で一番似合う人は誰ですか？です。それはやめよう。いないだろ。いないでしょ。そんな、そんな子いない。うちに。わかる。いけません。いけません。ちょっと、踏み入った発言すると。あ、でも、してる人に申し訳ないんだけど、ちょっと引いちゃうかも。え、わかる。もし、もし、ごめんなさい。もしね、見てる方でね、もし経験があったら、研修時代があったらね。でも私はちょっと引いちゃう。でも、なんだろう。現実世界であるのって思っちゃう。わかる。なんか、何してんの？タイム入ったよ。あ、入り。もしかして。ミーミーがあったかな。あ、よくないですよね。よくない。合わせないで。え、合わせてないんだけど。じゃあ自分の踏み入った発言して。え、踏み入った発言。これ難しい。わかる。難しい。なんか見たことある。だってモノモノないね。ないよな。え、でも、あ、そうだね、ないわ。漫画の世界で。マジ漫画の世界。漫画もあんま言わないんだよね。わかる。そういう系の漫画みたいな感じ。うん、少女漫画。うんうん、わかる。それに夢見て、夢見てっていうか、あ、こういうこともあるのかもしれないなって思って学校入っても、あ、ないやん全然。あ、やっぱ過去の話ですか？学校の話ですかって言ったら学校行ってたこと自体さ、そう、昔じゃん。違う違う違う、学校の中の話、うん、と思ってって思ったけど私は。うん、学校ですか？日の学校だよ。何これ、あれ、こうやりながら。違う違う違う、カホが今学校って言っちゃったから。ですか？学校じゃない可能性もあるくない？あー、そう。あー、そう。私も学校。私も学校。まあ、私もスクール。まあ、イメージ的にそうかな。まあでも、まあまあ学校か。学校しかなくない？学校しかないですよ。うん。これやばいね。え、私も学校だったわ。今のおもろい。私も学校だった。それ 100% 学校。あ、とは言えないよね。100% とは言えない。確かに。でしょ？いろんな解釈の仕方があるから。そう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 。え、100%イメージするのは学校じゃない。なんか一番すぐにイメージするのはそうだけど、まあ、ある文章を読んでみたら、うん、まあ確かにその言葉はそこで100使われるかって言ったらそうじゃないじゃん。すっごい喋るじゃん。ね。あ、どうしたらいいの？わかった。いいの。でも、もう一回言って、何？と、その、さっきのワードを見て、一番最初にイメージするのは学校だけど、うん、よく読んだ時に、まあ、それが100使われる場所でもないなって。それイコール完全一致じゃないの。別に他の場所でも全然、場所、名刺を頭につけることもできるでしょ。うん、他のとこでも全然、でも学校があるよねってことだよね。勝手にイメージしちゃう。でも学校のイメージが強いかも。わかる。私もそう。でもそこじゃなくても別にって感じで。確かに見たことないよね。うん。実際は。うん。なあ、見た時な。逆にでもさ、踏み込むね。逆にでもさ、学校以外でのさ、そういう。なんか少女漫画の描写を見たことなくない？あ、確かに少女漫画で言うと少女漫画見んな。まあにしてもなんかイメージ的にはそうかも。漫画だとまあ学校ですよね。うん、だよね。そうだよね。え、わかんない。なんか恋愛のさ、もう一個の方が本当に思いつかない。わかる。いや、わかるわかる。もう一個わかんない。わかんない。でも、いけません。うん、ダメ。見たら気まずい。まだもう引いちゃう。うん、喋らないかも。その人たちコメント欄見たことないって。そうだ、確かに。みんなに、みんな見たことありますか？え、誰が？どうする？わかんないの。え、もう話題ないの？たまには。あ、やべ、もう終わっちゃった。どうすんの？え、わかんない。エルフが誰か今の。じゃあね、うちかな。え、こっちでわかんの？でも一緒な気がする。なんか私、サーヤと言ってる意味が一緒だったかも。だ、ね、からこの二人な感じはするよね。うん、逆に？なんか二人だけめっちゃ共通してるっていうか、うん、お互いがめっちゃ分かり合ってる感じがする。うん、え、そう思った。え、そうだよ。だからそのマナたちの意見もそうだし。うん、うん、そう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 。え、なんか絶対？結構絶対だよね。絶対なの？うん。何が？絶対って。絶対か。の方が、こう、なんかお題のさ、うん、学校だよね、みたいな。まあそれはそうだけど、学校だけど普通に、なんていうんだろう、結びつかない。あんまり。わかる。だよね。ここじゃないやん、もう。マジでずっとウルフやん。そう、え、全部完璧だった。
ちなみにあと5分で23時です。えっやばいよ、メール書かなきゃいけない。メール送ってそれやばい。じゃあ帰り帰り、いや、さやさやにする。さやだってさっきよりめっちゃ喋りたかった。すごいめっちゃ周りに。でもさ気づいてなくない？わかんない。うちもウルフから何かが分からない。え、本当にみんな一緒じゃないの？とりあえずさやさん、ウルフです。あー、そうなの。はい、他の何か考えてください。自分の言わないでいいよ。他は分かんないな。なんだろう。学校？自転車とか？え？自転車？そうそう、名刺が違くてもなんか捉えが変わる。場所ってこと？え、なんか行動？通学？え？通学？二人乗りの自転車。今日やったね。眠そうさ。不正解でいきますね。どうしよう。マラムフだったら多分違う。市民の勝ち。ウルフはカイリとサーヤです。やっぱそうだったんだ。ウルフだったの私。え、なんだったのウルフ。え、いいよ言っちゃって。帰り道に手をつないで帰る。あー、それはいっぱいあるわ、うん、だってこっち教室でキスだもん、うん、それは学校しかなくない？だからなんか別に帰り道、うん、違う、なんかそのカイリが言った時にもう教室ってついてるから場所が違うとか言われても、そう、なんか塾とかそういうことなのかと思った。わかるわかる。塾かなとか、なんとか教室っていろいろバレエ教室とかあるから、別に解釈の仕様があればと思うけど、うん、そういうことね、難しかった。帰り道に手をつなぐがそんないけませんよになる。合わせたんじゃないかと思った。いけないのか。その空気をなんか地域の方とかが見たら、えっ、何で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 何そもそも村、おたくみ村としては放課後にもう夕暮れ時でもう二人きりの方が私はしっくりくるから。確かに授業中とかではないだろう。そう、授業中やばすぎー。何やでもちゃんと教室にもちゃんと何放課後だと思ってた。うん、あ、ほんとどんな学校。かけるかもしれないけど、こっち配信しないよ。ガチでね、かけない。もう無理だよ、かけない。ダメなの？ごめん、みんな。メールかけない。みんなごめん。じゃランキング読んでいきたいと思います。コメントも読まないわ。じゃあ、メールも送らないわ。はい、あ、読みますね、私が。はい、私から。ライブランキング、13位、しんさん。ワンワンさん。ロングさん。待って。むつきさん。けいすけさん。ミスターさん。ありがとうございます。ございます。12位、たかみーさん。チャーハン定食さん、ヨマさん、ヨシさん、テッチーさん、ともちゃんさん、ありがとうございます。11位、先行魔術師さん、みさこさん、大将さん、一田さん、あ、間違え、変わって、あ、いや、12位で、一田さん、あ、11位、ビックラボコさん、はるかねこさん、ありがとうございます。10位、しんごさん、青森からさん、けおさん、 FB さん、しんごさん、帰り、ロフィーさん、ありがとうございます。9位、よいちくんさん、みなみちゃんさん、九州さん、太郎さん、ひんじさん、マターさん、ありがとうございます。8位、ハブトゥーセーブさん、こやこやさん、むらちさん、しんごさん、チューバーさん、ふわふわさん、ありがとうございます。7位、よとさん、田沢さん、ホークさん、ベロさん、テニさん、直江作さん、ありがとうございます。6位、ミルバーさん、ギュタシオさん、ゲリーさん、タマヒロさん、タマヒロさん、ごめんなさい、ヒロポンさん、ありがとうございます。おい、鉄4110さん、トムホテトさん、マーサーさん、トッパキューさん、マコちゃんさん、ヤナさん、ありがとうございます。4位、カツさん、ユーシュンさん、ラベマさん、シンイチさん、ミミレパパさん、スグさん、ありがとうございます。3位、ランダーさん、シンさん、マツワさん、マルちゃんさん、ユキさん、レッドさん、ありがとうございます。2位、ハゲチさん、コウスケさん、星の子ドワイさん、ヒサキさん、ヨッタさん、エチロンさん、ありがとうございます。1位、メープルナップさん、ハルキングさん、ユキさん、ヒュリゲタさん、マミマミさん、タカシさん、ありがとうございます。最終をご覧の皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。いい夢見てね。ありがとうね。いや、メール送れないですが、
また。またね。また配信します。バイバイ。前髪ね、切るか迷ってる。またね。また明日配信します。バイバイ。バイバイ。カラオケしちゃった。